マニキュアが施された手マニキュアとは化粧の一種。手の爪を塗装すること。また、それに用いる化粧品としての塗料のこと。ビズメ術、爪化粧とも言う。足の爪に施す場合は、ペディキュアと呼んで区別する。爪の装飾全般については、ネイルアートを参照。マニキュアは化粧としての役割を持つほか、正しく使えば割れなどから爪を守り、 爪の成分の流出を防ぐことができる。様々な色や種類のマニキュアが市販されており、手軽に行えるネイルアートとして広い年齢層の女性に使用されている。男性がマニキュアを塗っているケースは芸能人、女性愛好者などかつては極少数であったが近年ではファッションの一部や見出し並みとして広まり、男性専用のネイルサロンも存在している。 マニキュアという言葉の語源は、ラテン語で、手を意味する、マナスと、手入れを意味するクーラが合わさったものである。つまり本来は、手の手入れという意味で、ネイルケア全般を指す語であった。ちなみに、ペディキュアも、足を表す、ラテン語ペスクーラが語源である。爪に着色をする文化は古代エジプトには、すでにあったとされているが、現在のようなマニキュアが生まれたのは1950年代の、 アメリカで自動車用などのラッカー塗料の発明と同時期である。日本にも平安時代に生まれ、江戸時代ではつまくれないと呼ばれており、放線下の赤いシルを爪にこすりつけることが行われていた。シャネル社のマニキュア塗料マニキュアは、ネイルエナメル、ネイルカラー、ネイルポリッシュ、あるいは単にカラーなどと呼ばれる。市販のものは、 数ミリリットル入りの非常に小さな瓶で売られることが多い。瓶の蓋の内側には、刷毛がついており、これでマニキュアを爪に塗布することができる。塗布する際に持ちやすいよう、蓋は瓶に対してやや大きく細長い。原料及び製造法は、工業用などのラッカー塗料とほぼ同様で、アクリルやニトロセルロースなどの合成樹脂を着色し、有機溶剤に溶いたものである。 塗料と同様に無数の色を作り出せ、製造の過程で、パールや大小のラメなどを原料に混ぜ込めば、キラキラとした光沢や多様な質感が出せる。パール系の光沢は現在では合成パール色素が多いが、タチウオの体表面の成分、魚林粉が用いられているものもある。使用中及び乾燥までは、有機溶剤による刺激臭を発する。そのためマニキュアを扱う場所では、 換気を徹底し、火器を遠ざけなければならない。濃度が濃すぎる場合は、専用の薄め液を用いて調節する。薄め液を用いた後は、その蒸発によって、瓶内の圧力が上がり割れてしまうことがあるため、瓶をいっぱいにせず、上部に空間を空けておくように注意する。塗ったマニキュアを落とすときは、除光液を用いる。脱脂面に含ませた後、 マニキュアを塗った表面に湿布をするように乗せ、少しの間を置き拭き取る。除光液の成分はアセトンなどであるため、使いすぎると爪を横変させ痛めることがある。なお、子供用のマニキュアでは、塗装膜を水で洗い落とせたりめくって剥がせる製品も、ある。ネイルケアを行い、爪の状態を整える。アルコールで爪を拭き、爪表面の油分を落とす。ベースコートを塗って乾かす。 ベースコートを塗るとき必要に応じて、ファブリックを貼り付けて爪を補強する。ファブリックが隠れるように背景色を塗って乾かす。好きな色のマニキュアを均等に塗って乾かす。瓶の蓋の刷毛を使う場合がほとんどだが、プロのネイリストはより持ちやすく、使いやすい筆などを使う。重ね塗りが必要なときは、さらに4の手順を繰り返す。必要であれば、顔を描いたりして乾かす。 専用のペンやスタンプも売られており、エアブラシを使うこともある。トップコートを塗って乾かす。無色にしたいときは1.2、3.7の手順にすれば良い。ありがとうございます。